どうも、てがです。前回はグローブを忘れて旅に出てしまったんですけど、今回はちゃんとグローブをつけて、出発してます。ね、暑いですけど、グローブしないと危ないかなって思ってますけど、さすがにこれオールシーズンとかというか、どっちかっていうと冬用のグローブなので、夏、これから夏に迎えて、グローブだとちょっときついかなって。今グローブ探しているところです。どうなんですかね、薄いグローブ、夏用のあるんですけど、それって本来の役割を果たしているのかなと思いつつ、何もしないよりはいいのかな、軍手でもいいのかなと、今そんなのをいろいろ考えているところです。バイク買ってもうすぐ1年になるんですけれども、前の動画でも言ってたんですけど、やっぱり買ってよかったなと思います。車だとね、やっぱり なんて言うんですかね、風を感じられない、 なんかかっこいいこと言ってね、やっぱり風を感じるとすごい気持ちがいいんです。これ多分バイクに乗る人じゃないとわからないと思うんですけど、車の方が、当然快適だと思うんですけど、不便の中にも何とも変えられない、すごい気持ちいいことがバイクだとあるんだなということを改めて感じましたね。自分はこのバイクに乗るのは20歳ぐらいだったんですね。友達に原チャリ借りまして、それを持って、ました。どれくらいだったかな、何ヶ月かかったと思います。その際にバイクで、こけちゃいまして、その時、骨折しちゃいました。それ以来ちょっとバイクが怖くなって、もうバイクは一生乗らないというふうに決めてました。若かったっていうのもあったんで、調子に乗って多分、アクセル吹かしたんでしょうね。ダメですね、若い時に調子に乗ると事故しちゃいますよね。バイクは溶けちゃうもんなんで、ある程度はと思ってたんですけど、まさか骨折するとはというふうに思いました。で、ずっと乗ってなくて、今乗り始めたっていう、改めて乗り始めましたっていうところなんですけども、なんで乗り始めたかっていうと、もう、子供たちに手がかからなくなって、なんか新しいこと始めたいなと思ったのが、きっかけです。であと、もう私もいいおっさんになったんで、昔みたいに調子に乗ることもないんで、安全に乗れるだろうなというところから、購入するのを決めたというところです。で、僕には親友がいまして、その親友バイクが好きで、大きいバイク、ちょっとどれくらい大きいバイクだったか全然把握してないですけど、250とか400とかそれぐらいのサイズだったような気がします。でその友人が実は、数年前にちょっと病気で、亡くなってしまいまして、そいつが生きてる時に、バイクに乗るっていうふうに決意できていたら、そいつとツーリングに行ったりとか、もっともっと楽しいことをできたのになと思うと、
ちょっと後悔するところです。もう本当その友人にはいろんな面から支えてもらったし、こちらからも支えたし、比較的友達になったのは二十歳を過ぎて社会人になって何年かっていうようなところだったんですけども、本当にいいお付き合いをさせていただいたというのが、思い出になります。本当今だったらな、一緒にツーリング行けたいな、けんちゃんとですけど、ここもう少し先に行くと北方ラーメンのチェーン店なんですけど、お帽子ですかね、というお店があります。ここがですね、チャーシューがいっぱい載ってるお店で、普通のラーメンでもチャーシュー5枚、チャーシュー麺にするともう麺が見えないぐらいチャーシューがびっしり載っている、そんなラーメンが特徴なお店になります。今度下の子がチャーシュー大好きなので連れてってあげたいなと思っています。ここもうちょっと行ったところですかね。これです。今ちょっと考えてまして、リトルカブ買って1年なんですけども、やっぱり電車に行っていろいろ制限が多くてですね、不便だなって思うところが多々あります。30キロで走らなければいけないっていうところとか、2段階用ですとか、そういうところですよね。でこれが、もう一個上のクラスですね。 125cc になると2段階右折も不要になるし、30キロ制限も取れるということで、普通に一般道を走ってても車と同じ速度で走れる、非常にメリットがあるなと最近感じ始めました。皆さん思うことだと思うんですけど、ただ、そうなると今普通の免許しか持っていないので、免許取らなければいけないのは一つで、あと当然このリトルカブ 50cc なので、 125cc の以下のバイクですねを用意しなければ出せないというところで、どうしたもんかなと思います。このままもちろんリトルカブ乗り続ければ、それでも全然いいのかなと思うんですけど、ちょっと欲が出てきまして、上のクラスに乗ってみたいなと思っちゃったりもします。そうなるといくつか方法がありまして、一つはこのリトルカブを UCC からボアアップっていうんですかね、エンジンを乗せ替えまして、110cc ぐらいにするっていうのが一つ。でもう一つは、バイクを増車するのか、もう一台買うのか、もしくはこのリトルカブを手放して、新しいバイクに乗り換えるというふうな選択肢があるかと思います。僕的には乗りたいバイクで、もうとにかくカブが乗りたかったというのが一番最初にあったんですけれども、カブ以外にもいろんなバイクを見るようになったら、欲が出てきました。でリトルカブじゃなかったら何乗るかなと考えたんですけども、一つは、スーパーカブの110号、これ乗ってみたいなというふうに思いました。であとは、モンキーですかね。どうも自分はちっちゃいバイクが好きみたいで、モンキーというバイク非常に惹かれます。ホンダのバイクなんですけど、すごいちっちゃいバイクなんですけど、125cc あって、楽しそうだなと思ってます。ただこのモンキーですすごい高いんですよ。こんなボディサイズだなんでこんなに高いんだろうぐらい値段がしまして、中古でもあまり値段が下がってないいいなと思う反面、ちょっと買えないなと思っています。
でさっきの 125cc のためにはワーカー2輪ですかね、もう一個上の免許も取らなくていいので、免許取るのも両方も2日間で、取れるというふうな情報を見たので、まあ、免許自体は簡単に取れそうだなと思うんですけど、まあ、それなりに費用もかかりますし、新しいバイクも用意するっていうところで、ちょっとまだ踏み切れないなと思います。まあまあ、しばらくは、どっかぶと付き合っていくのでもいいのかなと思っています。まあ、一番やりたくないのは、このリトルカブを手放すっていうことはしたくないなと思っています。この子、すごい気に入ってるんで、ぜひ、ぜひ、ずっと乗っていけたらいいなと思っています。最近、道路を走っていると、同じようにカブを目で追うようになっているっていうのがいます。で、いざ探してみると結構カブ走ってるのが多いなと思います。まあそりゃそうですよね。世界で一番売れてるバイクですよね。それいっぱい走ってますよね。で、そんなカブなんですけども、やっぱりみんなカブ乗る人って、まあ、仕事で使ってる人は別かもしれないんですけど、普段使いでカブ乗ってる、こだわりがあって、いろいろカスタムしているので、非常に、なんだろう、面白いし、勉強になります。オーナーさんの特徴がよく出てくる。なんか、目で追っかけちゃいますね。多分、可愛い株とか持っている人は、そういう趣味なんだろうな、かっこいい株持っている人は、すごい豪華な人なんだな、というふうに、勝手に株を見ながら、オーナーさんのイメージが膨らんだりして、それはそれで面白いですよ。ようやく半分ぐらいですかね、大宮まで来たところです。私学生時代、ここら辺の近くの専門学校に通ってました。その時は、まあ、電車で通っていたんですけども、こうやってね、バイクで来て、当時免許持っていたら、免許持って、バイクも持っていたら、バイクで来たら、きっとすげえ楽しかったんだろうなと思います。まあ、当時は、ね、お金なんて、まくる持ってないんで、簡単にバイクなんて買えないと思うんですけど、当時にね、このリトルカブに出会ってたら、それはそれは楽しい、生活だったんだろうなと思います。まあ、調子に乗ってこけた。大家だからさ。そのリトルカブも乗ってたらきっと壊れてたのかなと思いますね。どうだ。この専門学校の友人たちとは、今も付き合いがありまして、年一とかで忘年会とかで開いている感じです。なんていうんですかね、その時、忘年会の時だけは、みんな学生時代に戻って、そんな感覚で、昔話、毎年毎年花を咲かせている、そんな感じですね。毎年毎年喋ってる内容同じなんですよ。ちょっと面白いんですけどね、それで。幸いなことに、みんな、体型とか、こちらなんですけど、髪の毛とか、変わらなくてです。あ、まあもちろん白髪にはなってるんですけど、髪の毛の数が減ったとか、そういうのもなくて、昔の面影がすごい、みんな変わらねえなっていうのが、その時会った時に必ずする会話です、ね。この先、川を渡る感じですか。確かなんですけど、この川、土手の距離、川幅ですかね、が日本で一番、埼玉で一番、日本で一番、ちょっとよくわからないですけど、すごい広くなってます。なんでも洪水とか起こった、起こりそうな時も、この川幅の分だけ
水がまあ溜め込めるようにということで、最近、雨がいっぱい降ったとしてもこの川幅のおかげで助かったというふうなケースがあるというふうに聞きました。いやー、いい天気ですね。たまらない。コロナの影響なんですかね。16号いつももっと混んでるんですけどね、比較的空いてるかな、走りやすいようなイメージでいます。やっぱりね、不要不急の外出控えてるっていうところもあって、人が少ないのかな。川越に行くんですけど、川越どんな感じかな、人いっぱいかなっていうですね。人いっぱいだとそれはそれでいろいろ困っちゃうところがあるんですけどね、どうなのかな。川越久しぶりだから楽しみだな。行くところはだいたい決めてます。お豆腐屋さんが、いまして、そこのお豆腐で、そこのお豆腐屋さんで、お豆腐の丼みたいなのがある。それを食べたいなと思ってます。ただね、暑いんですよね。だから微妙かな。ちょっと中入って決めようかなと思います。あとは、菓子屋横丁ですよね。まあ僕自体あまりお菓子食べないんですけどね。まあせっかく来たんだから菓子屋横丁行かないとなと思います。でも一番はレトロな街並みですね。これをこう撮影したいっていうのが目的です。多分ね、このね、川越の街にリトルカブって、ね、すごい合うと思うんですよ、ね。ですので、それを写真に収められたらいいなと思ってお出かけしてます。多分もうすぐ川越に着きそうな感じですね。この先ですよね。見ろ、私の予測した通り。車だとここに止めるんですけども、今回バイクなんで、ここじゃないみたいですね。カブで、そうですね、少し川越の多分ここがメインの通りだと思うんで、少し流してみようかなと思います。渋い街並みですよね。なんとも言えないです。ほんと最高ですよね。これたまんないですよね。行ったことない人はぜひ一度来てみることをお勧めします。